チクお伝えしましょう。まずはチャンピオンです。童顔の暗殺者と呼ばれています強打のボクサーファイターマルコ・アントニオ・バレラです。ホームタウンはメキシコ、メキシコシティ。年齢は26歳です。89年フライ級でプロデビュー。圧倒的な強さで34連勝した後、95年にダニエル・ヒメネスに判定勝ちし、 WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得。これをわずか1年半の間で8度防衛。センセーションを引き起こし、一躍メキシコのスーパースターになりました。しかし96年にジュニア・ジョーンズにまさかの5回失格負け。そのリマッチでも敗れ、大きな壁にぶつかります。そして98年、リッチー・ウェントンから2度のダウンを奪い、3回 TKO 勝ち。WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを奪回、2度の防衛に成功します。昨年2月には WBC 王者エリック・モラレスとの統一戦を行い、猛然と攻め続けましたが、僅差の判定負けで王座を失います。しかし、モラレスが返上しましたため、WBO の王座復帰を認定されました。戦績は55戦51勝3敗1無判定、51勝のうち37の KO 勝ちがあります。そして挑戦者、ハワイアンパンチの異名を取るファイター。今回が72戦目という歴戦の湯です。ヘスス・サルード。ホームタウンはアメリカ・ハワイ州ホノルル。年齢は37歳です。83年にプロデビュー。89年、日本で六車拓也の挑戦を退けたファン・ホセ・エストラーダに9回失格勝ちで WBA 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得。しかし防衛戦を行わないまま王座を剥奪されてしまいました。92年にはウェルカム・ヌシタ、93年にはケネディ・マッキニーの持っていた IBF 世界スーパーバンタム級タイトルに挑戦しますが、いずれも判定負け。95年にはアントニオ・セルミョノの持つ WBA 世界スーパーバンタム級タイトル、96年にはブヤニムングの持つ IBF 世界スーパーバンタム級タイトルに挑戦しますが、いずれも判定負け。これまでなかなか王座返り咲きのチャンスをものにできなかったサルードですが、今回バレラを倒して王座復帰を実現したいところです。戦績は71戦62勝9敗、62勝のうち37の KO 勝ちがあります。元王者サルードが王座復帰をかけてバレラに挑みます。サルードが今聞いていました71戦戦ってると。そうなんです、歴戦のファイターですね。バレラの55戦でしょ、はい、すごいです。127戦足したら足してもしょうがないですからね。まあそれほどすごいと、ね、歴戦の雄同士が激突いたします、はい、ご覧いただきます。はい、この試合は昨年の12月1日です。アメリカネバダ州ラスベガスにありますベネチアンカジノホテルで行われました一戦です。どうぞ。Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Venetian Resort Hotel Casino in fabulous Las Vegas, Nevada, for an evening of championship boxing on HBO's Boxing After Dark. Under the promotion of Arthur Palullo's Banner Promotions, in association with Budweiser, this Bud's for you. Tonight's bouts are under the auspices of the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem. Your commissioners are Amy Ayoub, Glenn Carano, and Dr. Luther Mack. Your executive director is Mark Ratner. Your attending assistant executive director is Chuck Sledge. Ring officials assigned by the Nevada State Athletic Commission. Your ringside physicians are lead physician Dr. Margaret Goodman, and Dr. Gino Signorino and Dr. Jeff Davidson. Your timekeepers and counting for the knockdowns at the bell, working on a rotation basis, Gene Broadfoot and James Haven. Now, ladies and gentlemen, Arthur Palullo's Banner Promotions in association with Forum Boxing presents 12 rounds junior featherweights. Your judges at ringside are from Las Vegas, Nevada, Patricia Jarman Manning,
from Providence, Rhode Island, Dr. Clark San Martino, and also from Las Vegas, Al Siciliano. Your referee for this event, also from Las Vegas, the incomparable Caballero Joe Cortez. Introducing now the principals first in the blue corner to my left, wearing the green trunks with the gold trim. He weighs in at 122 pounds. His professional record reads 62 victories, 9 defeats, and 37 wins coming by way of knockout. He hails from Waipahu, Hawaii, the former WBA junior featherweight champion of the world, Jesus Hawaiian Punch Salu. 久しぶりの返り咲きを狙います。ランキング1位、ヘスス・サルード。 In the red corner, wearing the red, white and green striped trunks, he weighs in at 122 pounds. His professional record reads 51 victories, 3 defeats and 37 wins coming by way of knockout. El hijo de la República de México, the WBO Super Bantamweight Champion, Marco Antonio Barrera. Barrera. 王座に認定復帰後、今回が3度目の防衛戦になります。マルコ・アントニオ・バレラ、チャンピオンです。WBO 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチはラスベガスで行われます。さあ、それではいつものように浜さん、はい、一言いただきたいと思います。チャンピオンバレラのパワーか、それともサルードの安定している力かでしょう。ベテランのサルード安定しているかどうでしょうか。これがプロ72戦目になります。そしてプロをさばきます。レフェリーもベテランジョー・コルテス。グローブが合わさりました。バレラかサルードか、歴戦の雄同士が激突いたしますが、まあその長さで言いますと圧倒的にサルード、プロ17年のキャリアです。バレラは11年あります。まもなくゴンが打ち鳴らされます。今始まりました。37歳ヘッサルード、まず出ていきます。まあ軽量級で37歳っていうのもすごいですよ。そうですね、まあ言うのは簡単ですけれども、なかなかこれだけ17年もできないですよね。体がまず、ヘビー級のホリフィールドとか例はありますけどね、はい、ヘビー級の場合とやっぱ体力が違いますからね、そうすると軽量級の本当に37歳というのはすごいもんですね、はい、デビューが1983年6月であります。浜さん83年はまだ現役ですね。現役の日本タイトル取る前ぐらいですかね。まだまだこれからという時ですね。じゃあね、そうですね、はい、といった頃にデビューいたしまして、サルードは未だに現役であります。さあバレラ、バレラがもうご装置だと思いますが、白それからグリーン赤の、トランクス、ひらひらのトランクスを履いている方であります。移動して左ボディブロー、今エルボーでカバーできたんでしょうか。いや入ってましたね。入ってましたか。カバーが間に合いませんでした。サルード落ち着いています。落ち着いたこの冷静な倒しっぷり、マルコ・アントニオ・バレラグリッグイッと押し込んでまいります。強引とも言えるようなこのプレッシャーをかけます。左を出しました。そしてボディ、そして右打ち下ろし、対角線の攻めを見せます。バレラ、あー飛び込みシュート、強烈な右のストレートを飛ばしていきました。そして左しからずフォローしていきます。ハワイアンパンパンチも打ち返してまいります。さすがにバレラの振りはいい振りしてますけど、はいはい、ちょっと返されてますね、打ち終わりは。あ、そうですか、うん、まあ、サルードがうまいというところもありますけどね。ワンツーサルード、これがハワイアンパンチ、ハワイの出身であります。エッサルード、左から右打ち下ろした、肩あたりに当たったでしょうか。厳密に言うとですね、はい、サルードは生まれはフィリピンなんですよ。あ、はいはい、それから子供の頃にハワイ移住したんですね。なるほど。やるか右エルボーブロック、ボディもストレートを存分に打ち込んで、いきます。マルコ・アントニオ・バレラ、残り50秒切りました。互いに左を出しました。前回2度目の防衛戦というのは9月に行っています。それから3ヶ月弱のインターバル、バレラ。一方サルードは急遽決まったということもあるんですが、おーとガードの上を叩いています。1ヶ月弱のインターバル、サルード
まあサルードはやっぱり相当プレッシャーを感じているのかロープに詰まるところが多いですね。はい、ダブル、アッパーとそれからフックの打ち上げです。左を出します。おお、コンビネーションを使います。サルードベテラン、これゴングです。第1ラウンドからどうやら打ち合いの様相を呈してまいりました。バレラとサルード、第1ラウンド終了してまずポイントからお願いします。まあ、10対9でですね、バレラのポイントですね。はい、まあ、いつものように採点基準申し上げたいと思いますけれども、はい、まず有効なクリーンというのは第1ですね。それで次に構成、これは手数です。はい、で防御技術でリングジェネラルシップ、これは主導権支配ないし試合運びのうまさですね。はい、これらを勘案してですね、その10点法でポイントつけていくんですけれど、まあ、できるだけ10対10をつけないで僅差でも10対9つけるっていうのがアメリカの傾向ですね。ダウン1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、これが採点基準ですね。はい、ガードの間を縫っていきました。右のストレート、第1ラウンドが終了しています。 WBO のスーパーバンタム級のタイトルマッチです。第2ラウンドに入りました。前回の2度目の防衛戦というのは12ラウンド判定勝ちという内容でした。マルコ・アントニオ・バレラ、今回は初っ端から1ラウンドからぐいぐいとプレッシャーをかけていきます。しかしサルードもベテランです。その辺をなんとなくうまくかわしていく、そんな第1ラウンド。確かにプレッシャーかけられてはいるんですけどね、はい、かけられながらもバレラの打ち割れを打ち返してますよね。今相打ちなんでしょうかね。相打ちですね。またも飛び込んできました。そういうのがバルララ、はい、の持ち味ですね。そうですよね、うん、このボディーブロー、非常に特徴的なボディーブローを持っています。まあ、メキシカン、総じてこうボディーブローうまいと言われてますけども、バルララもやっぱりうまいですよね。うん、バルララは迫力ある打ち方しますね。今のはもうその最たるもんですね。飛び込んできましたもんね。飛び込んですね、うん、まあそのまあ本当は踏み込みなんですけど、飛び込みというのがやっぱりふさわしいような言い方です ね、うん、はい、ですね。普通は、まあ、左足を出して踏み込むなんでしょうけども、うん、今のは本当に飛び込んだという感じですもんね。うん、左を、まあ、あの距離から一気にねじ込みましたからね。このバレラっていうのはですね、普通ワンツーから左フックとか、ワンツー左アッパー左フックとかですね、はい、その型があるようでないんですよね。もう当たるときはですね、右から左アッパー左フックとか、もうその時で組み立てができるんですよね。だから普段からそういう練習してるんでしょうけど、ナチュラルなものがありますね。はいはい、ボディを狙いに来ましたサルード、ベビーフェイスアサシン、童顔の暗殺者マルコ・アントニオ・バレラ、プロ56戦目です。第2ラウンド残り2分切ります。これヘス・サルード、当初の対戦相手は、このサルードではなくてコロンビアのモンサルボという、相手だったそうです。ところが急遽このサルードに変更になりました。だからですね、はい、その自分は元 WBA のチャンピオンですよね。その後 IBF やったりですね、そのこの WBO やったりですね、だから堅実に世界の上位保ってるからですよね。こういうチャンスが巡ってくるわけです ね、 そうですね。全く実績のないものにこういういきなり白羽の矢とは立たないですよね、やっぱりね。まあ、お客さんあってのボクシングですからね、はい、やっぱお客さんが納得しないカードだとお客さん来ないですからね。はい、まあ、それにこの人が1位をしばらくキープしていたという、もちろん実績があるわけです。ヘッサルード、その指名挑戦権に応えないわけにもいきません。いろいろな流れがありまして、この人にチャンスが巡ってまいりました。ヘッサルード、ラインラウンド終了しています。このラウンドはポイント的にはどうでしょうか。このラウンドもやはりバレラですね。そのブロックの上から打たれても効きそうな重いパンチ持ってきますね。はい、浜さん、バレラの動き、立ち上がり1ラウンド2ラウンドを通じてどういうふうに見えますか。パンチの振りは、まあ、いいとしてですね、はい、ちょっとゆっくりした追い方だなという感じしますね。あ、そうですか。うん、
まあ、少しやっぱり相手がベテランということで、ゆっくりじわりじわり押していってるのかなと思いますけどね。かなり強烈に入っています、はい、それとやっぱりパンチを小さく打つようにしたのかなって感じもしますね、全体的に。ああ、そうですか、はい、少し改良途中なのかもしれません、マルコ・アントニオ・バレラ、あるいはこれがヘッサルード用の戦い方なのか。第3ラウンドです。ベネチアンカジノホテルラスベガスで行われています WBO のスーパーバンタム級のタイトルマッチ。かつてこのタイトルが WBA のタイトルでありますが、同じクラスを制したことがありますヘス・サルード、それが89年12月の話ですから、もうずいぶん前になります。つまり同じ体を維持している、まあ、体重を維持しているという浜さん言うことができるわけですよね。サルードはね、常にやっぱウエイトコントロール神経使っているということですよね。でしょうね。ちょっとでも油断するとやっぱり筋肉が緩んできますからね、はいはい、でないとこの72戦目というこれだけのね、競技これだけの試合数を誇る選手はそうそういません。左に出します。まあ、チャベスはもうちょっと、おーっと右アッパー、右アッパー、まあ、チャベスみたいな例外もいますけどね、はい、中にはチャベスはもうちょっと年上ですけどね、100戦超えてました。もう第一戦退きましたけど、攻めてますね、サルード。そうですね、ナイスリー、打ち上げました。バレラのショートパンチ、ここのところちょっとバレラパンチ食ってますね、はい、サルドのパンチをですね、はい、ガードの上パンチ打ち返してまいります。バレラ、おお、右のパンチ、左右のアッパーでした。突っかかってきますサルド、頭からいきますので今レフェリーに注意を受けています。ジョー・コベテスさん、今も左から右のクロスいいですね、はい、サルド、おーっと右アッパー、顎をかすめました。あれがうまいんですよね、あアッパー多いですよね。あ、飛び込んで左サルード、右へ出てその右のアッパーを打つんですよね、はい、かつてこのクラスのチャンピオンになったことがあります。その他世界戦も十分に経験しています。しかしながらその後2度目のタイトル奪還はなりません、ダッシュなりません。ヘッサルード、ブヤニブングですとかアントニオ・セルメニオ、こういったところにも挑戦したことがありました。ケネディ・マッキニーもとも戦っています。それからあのウェルカム・ヌシタ、いずれも敗れています。でも全部判定負けなんですよね。そうなんですね、それだけしぶといっていうことですと言えますよね。それと誰とやっても安定したボクシングをできるということですよね、しかし紙一人で、これまでは負けてまいりました。なかなか2度目のダッシュなりません。ヘッサルード、第3ラウンド終了しています。サルード、いいラウンドを作りましたね。10対9でサルードの挑戦者のラウンドです。初めて、サルードが取りました第3ラウンド。こちらが今話していましたランキング1位、しばらくこの1位を保っていましたヘス・サルードです。まあ、トレーナーについてるのはですね、アベル・サンチェスって言って、ドンキンプロモーションでですね、はい、トレーナー兼コーディネーターしてる人ですね、はいはい、ミゲル・アンヘル・ゴンサレスなんかのトレーナーもしてました、はい、こちらがマルコ・アントニオ・バレラ、肘ついてるこの中央にいるのがリカルド・マルドナドマネージャーですね、この人はですね、まあ、たくさんの選手持ってますよね。あ、まあ、WBO のチャンピオンのマルドナードの選手です。ああそうですか、はい、この試合も WBO のタイトルマッチです。第4ラウンドです。11年ぶりの王座返り咲きなるかというヘス・サルード、重量級ではまずフォアマンをはじめ、何かしばらく大きなブランクを作って返り咲いたという例ありますけれども、この軽量級で11年ぶりの返り咲きになりますか、ヘッサルード。なったら大変なことですね。そういうことになりますよね、しかも現在37歳。
まあ、ある意味ではやっぱり重いクラスより難しいですよ。まずこれだけの年数を経たらスピード自体なくなってきてしまいますでしょうからね。おお、飛びギャップ、ミラッパーサルード、そのサルード、そのアッパーはずっと一貫して、切れ味鋭く懐に忍ばせているようです。まあ、海老原博之さんがですね、ポンキングピッチからタイトル取って、はい、そういうリターマッチで敗れて、で、まあ、ホセセベリのブラジルの選手と決定戦して、まあ、タイトル奪回までかなり期間ありましたけどね。ああいうのは珍しい例ですよね、はい、3つ集めます、4つダブル、ああ鮮やかな打ち分け、今度は顔面に、今度は顔面にバレられました、そして右にスライドしていきました。ちょっとパンチを小さく集める感じをしたんですかね、はい、今回は。そうですね、やっぱり、うん、指摘あったようにかなりコンパクトに来てますよね。しっかりと当てる感じをやってますね。なるほど、今回のテーマなのかもしれません。マルコ・アントニオ・バリラ、コンパクトに集めてまいります。左、右、左ですね、うん、もう回逆のワンツーです。はい、ツーワンですよね。お互いにリードブローを伸ばします。このバレラさえ打ち終わったらポジション変えてますもん ね。だから自分のパンチがより効く位置へ自分の体を移動させてるんですね、はい、でそれ移動させることによって相手からも打たれないわけですよ、左3つ連続とします。バレラパンチ数もこのラウンド増えてます。小さくしっかりと当てるボクシングですね、はいはい、このボクシング、アウト、浜田さんどう思います、はい、ここまでいいボクシングになってると思いますか。相手がベテランだということで、はい、まあ、無理に空振りして体力を、うん、まあ、スタミナを切らさないということをやってるのかなと思いますね。今早かったですね、ワンツー左、やっぱいろいろなことをしてみます。マルコ・アントニオ・バレラ、第4ラウンド終了しました。バレラの10対9ですね、はい。まあ、セコンド画面には映ってないんですけれど、トレーナー陣に、バレラのトレーナー陣に日本人トレーナーいるんですよね、はいはい、まあ、田中仙台さんなんですけどね、八戸帝拳ジムの五ノ瀬会長のなんていうんですか、まあ、後輩というか弟子って言いますかね、だからガンバート蔡選手戦った時にですね、この田中トレーナー来て蔡選手についてましたけど、ミットの持ち方うまいらしいですね。だからバレラのいろんなコンビネーションっていうのはですね、その田中トレーナーとともにその感触をそのどういうんですか、もう築き上げてるらしいですね。なるほどね、コーナー入ってますでしょうかね。いや、コーナーには入ってないですね。左の肩甲骨のあたり、タトゥーが少し見ることができます。マルコ・アントニオ・バレラ、いい感じの鋭いパンチが VTR でも確認できました。第4ラウンドまで終了しています。第5ラウンド、浜田さん、回転も上がってきたんじゃないですか、バレラの。第1ラウンドから比べますと第4ラウンドあたりは小さくパンチを集める、しっかりと当てるという感じのボクシングで数を多く打つようになりましたね、まあ、だからというのですかね、サルードの方もそんなに下がるところが少なくなりましたよね、ああなるほどね、まあ、今までだったらやっぱ バルラが振り回すところをやっぱ警戒してみんな下がっていき、行きましたけどね。そうですね、それをやっぱり、まあ、一発振らない、大きな振らないということで、中央でとどまっている可能性もあるんですね。あ、よくパンチを集めていますバレラ。おー、今度またボディー、手数がどん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 増えてきます。スピードが出てきましたよね、出てきましたね。回転数が上がってきました。バレラパーリング、綺麗にパシパシ外すことができます。サルードも一発、右のストレート、歴戦の言うハワイアンパンチ、いつその本領発揮爆発しますでしょうか。サルード
サルードとしてはですね、3ラウンド目みたいにちょっと接近していった方がいいですね。あ、距離がもうバレラにいい感じの距離になってきてしまいましたでしょうか。バレラがちょうど踏み込んで自分のいいパンチが当たる距離で戦ってますから、力が残る距離。あっと、ボディーブロー、時折このボディーブローがすごく中にめり込んできます。この辺は当たってません。右に左にバレラよく動きます。あ、いきなり右に出しました。今度は左、今度はジャブです、ジャブです。おー、時代も連打、こういった攻めの方がやっぱりバレラシートからね。あ、確かにそうですね、ちょっと変えたのか、ギアをポジション変えたのか。本当にギア変えたみたいに、そうするとやっぱ相手下がるんですよね。そうですね、相手良くなってきましたね。シフトチェンジしました。そうですね、確かに下がりましたね。距離がうーんと開きましたね。相手鋭い前進の仕方ですね。サイド移動しまして左連打します。サイドフック、あー、エスサルドタジタジという感じになってきました。動けなくなったか。これがバレラの本来の攻撃パターンですもんね。あ、今までのバレラとは全く、あ、そうです、そうです、これがバレラです。本来のこれがバレラのアタック体制、アタック攻撃のパターンであります。ゴング、このラウンド終了しました。バレラが少し変身してみせました。いや、元に戻ってみせました。このラウンドの、バレラの攻撃パターンというのは非常にためになりますね。はい、どういったことが、距離の取り方が前、そして左を非常によく使って相手崩してから打ち込んで、はい、で接近するとさっと右へ移ってですね、左を相手のインサイドから入れる、はい、ここもいいですね。3つ目はアッパーで入れてますし、左ジャブからこれ左アッパーダブルに切り替えてるんですね。で左フック、ここでシュートして、もうリズムに理想的に当ててます ね。浜さん、いろんなことやってましたね、このラウンドは。うん、その方がやっぱりいいところ出るんですね。前に出て迫力を出す方がやっぱりいろんなパターンが出ますよね。これぞバレラですよね。ちょっとアクセル踏み気味のね、戦い方がいいですよね。そうアクセルを踏めば、はい、障害物を倒すことができますからね。はいはい、確かに今までのバレラは、バレラであってバレラの戦い方ではなかったようです。安全運転するのも必要なところありますけど、はい、安全運転して、ゆっくりゆっくりすると相手もぶつかってきますからね。あ、確かに、なるほどなるほど。さあ、先ほどのラウンド途中からスタイルを変えました。元に戻したバレラ、このラウンドはどうでしょうか。さっきのプレッシャーが効いてるのか、サルード、やっぱり追い詰められてきましたね。ナイスブリー、強烈なボディーブローです。ああして攻めた時にですね、右のフックの脇腹から入りましたよね。はい、だからこういうところがやはりバレラ独特ですよね。当たるパンチをリードパンチに持ってきますよね。はいはい、そのパンチがまた強いんですね。もうこの辺も綺麗に打ち分け見せることができます。下がりながら相手を出して、そして突き放すバレラ、また左を出し始めました。右のストレートは届きません。追い方が少し強くなりました。第6ラウンドのちょうど半ば、1分30秒過ぎです。プレッシャーが強くなっています。間違いなく強くなっています。サルードがパンチを当たることができなくなってきています。おっと、止まってしまったか。ナイスボディ、すごいボディですね。さあ、もう一回左のジャブからリードブロー、これも威力がありそうです。一回飛ぶようなステップをしまして、リズムを作り直しましたバレラ。今日バレラがいいのはですね、そのガードした時に肘が、その腕が立ってますよね、はい、縦に。で、悪い時はですね、ワイドオープンになってハの字型になりますよね。あ、だから、まあ、平行線とは言いませんけど、それに近い
縦の平行線みたいな形で脇絞って打ってますよね。あーコーナーに詰まった。今ようやく出ました。サルード、残り10秒です。第6ラウンド、まあ、サルードもしぶといですね。そうですね、というのはサルードもブロッキングがいいんですよ。あなるほど、プレゴング第6ラウンド終了です。このラウンド文句ないでしょう。バレラのポイントですね、はい、いい感じになってまいりました。バレラあちょっと鼻血出てますかね。そうですね、うん、あザツって言って言いましたね。いやもうこれまでだ。あ試合終了です。危険ですね。あまあ急遽この対戦が決まったということもあるのかもしれません。サルード、しかしまだできるような、外側から見ますと、周りから見るとそんな気配もありました。これが田中トレーナーですね。あ今ねちょっと映りましたけど、映ってらっしゃいました。やはり顔を見るとですね、あれだけガードの硬いブロッキングのうまいサルードがこれだけパンチ食うんですからね。もらってたんですね。インサイドアウトサイドをうまく攻めたんですよね、それはパワーとスピードがあるからです、はい、内訳がうまいからですよね。ベテランですからここまでなんかこう自分をかわしあるいはごまかしきたのかもしれませんが、ここで、ギブアップすることを判断しました。浜さん、この判断についてはどうでしょう。まあ、やっぱり精神的にも随分追い詰められていたということもあるでしょうね、だから戦闘意識がもう完全に失われたということで仕方ないんですかね。そうですか。しかしバレラがですね、先ほど、5ラウンドあたりで、本来のバレラらしさが出ただけにもうちょっと見たかったですね。そうですね、まあ、これから勢い増すかなと思ったところだったんですけどね、まあしかし、もうしばらくしたら本当に全開という形がすぐそこまで見えているだけに、それを想像するだけにとどまってしまいました。At the end of the sixth round, the winner by tactical knockout, Marco Antonio Barrera. 結果は TKO 勝ちでした。6ラウンド終了ですね。これで3度目の防衛に成功です。それでは試合結果を確認してみましょう。ともに左フックを得意とする両選手ですが、スピード、手数、パワー、どれをとってもチャンピオンのマルコ・アントニオ・バレラが一枚上でした。ハワイアンパンチを織物にしてきたヘスス・サルードもこれでは全く打つ手なし。6ラウンドが終了したところで試合終了ということになりました。これで38度目の KO 勝ちを飾ったバレラ、この後はフェザー級に上げてビッグマッチが予定されています。いろいろなテクニックを見せつけたって感じしましたね、バレラ、はい、ハワイアンパンチっていう名前はよくないですか。なんか波打ってるようなイメージちょっと持ってたんですけど、まあ、それを追い向けまして、はい、浜さん、はい、どうですかこのバレラの出来というのは。まあ、ちょっとボクシングを小さく、まあ、コンパクトに、っていう変えたところちょっとありましたけどね、まあ、途中で5ラウンド目に、ダッシュするところなんか、まあ、少し、試してみようと。うまいバレラ、そして、まあ、本来に戻るバレラ、少し、試合でやったんでしょうね、まあ、それを総合するとですね、今日のは少し力をセーブしながら、はい、セーブしながら無駄打ちをしなくて確実にしっかりとパンチ当てるというやり方をしましたけど、実際に5ラウンド目のあのダッシュ力を見ても分かるように、あれぞやっぱりバレラのいいところで出るわけですね、はいはい、だからやっぱり、いろいろやった中で本来のバレラのあの迫力、そして、今日ちょっと見られなかった突進力ですね、はいはい、パンチ力プラス突進力、それがあると相手にも威圧感出ますから、あそれ相手が、萎縮してしまうと、そういうのが今日ちょっと足りなかったところがあるんで、うん、次の試合ではやっぱり元のバレラの方がやっぱりいいんじゃないかなというのを思いますね。小泉さんはどう。そうですね、まあ、次4月の7日日本時間の4月の8日、はい、ハメドとやるわけですけどね、今日の5ラウンド目 の、 そのハメドじゃない、あのバレラがですね、はい、このスタイルでフルラウンドをおっとっと追いまくられたらですね、これ波乱ありえますね。なるほど、なるほど。
このハメド戦が控えてたからちょっといろんなことを本人もね試したのかもしれませんが、あのスタイルで浜田さん、はい、ハメドを追っていいと思います？どの試合彼らが今5ラウンドのスタイルであれにもっと勢いつかないつけなきゃいかんでしょうね。最初にやってたあのコンパクトのはダメ、ね、もうハメドのパンチはどっから飛んでくるか分からない状態がある、あるわけですから、だからハメドに威圧感を常に与えながら、そしてチャンスになると走っていくような、はい、ダッシュ力ある突進力、それをやって、そしてパンチも振り大きくても構わないですからね、はい、あれだけの振りを大きくスピードさえあれば相手っていうのはなかなか入ってこれないですから、それを やっぱりもっと増すべきでしょうね。はい、いずれにしてもこのハメドと、ね、バレラの戦うまたビッグマッチになります ね見逃せない一戦ですねこれも、はい、ちょっ と先ですけどね、お待ちいただきたいと思います、はい、そうですね、以上 WBO 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチをご覧いただきました。